Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。なんか楽しみなことが待ってるんですよね。でも今ね寒い。うん。寒くない？今日は今収録してるのは金曜日22日なんだけど、今日なんだ朝のニュースで話してたのは、今日はクリスマスの気温ですと話してて。あ、じゃあ今日クリスマスだね。メリークリスマス。メリークリスマス。鈍い音がしたけど、そう、あのか12月の25日。うん、くらいの、うん、の平均気温が今日ぐらいらしいですよ、うん、いや寒いもんね。寒い、うん、普通に上着なしでソロ外うろうろが混ざっちゃったしたけども、寒かったもんね。寒い寒い、普通に寒かった。まあでもね、うん、またこれからもうちょっと明日からね、うん、日が出てきて少し天気、気温が上がるということなので、待ちたいと思います。うん、今日は我慢。うん、いやー寒い。衣替えまだしてないんだよ。なんか寝巻きがない。言うはね。うん。言うはないよね。あ、そっか。じゃあ私の借りは。私はちゃんと上も下もスウェットです。下のスウェットはあんだけどね、ダンスの馬とかか。まあいいや、うんうん。はい、そんな感じで。まず近況報告した方がいいんじゃないですか。何？1年越しの。ああ、そう。これは前回のラジオで、うん、明日くらいに買いに行くんだよねとかって話をしてたので、うんうん、その結果をご報告した方がいいかなと思って入れたんだけれども、うん、PS5 当たりましたじゃない。嘘だよ、当たってない。まだ当たってない。 PS5 買いました。普通に買いました。うん、はい、ヨドバシカメラに普通に朝から行って、うん、普通に買って、うん、普通にその場でもらって、その場で普通に重たいものを持ちながら家に帰ってくるということをしました。うんうんうん、売ってるよ、普通に売ってる。びっくりだよね。はい、もう結局今まで1年間ずっと応募し続けて、うん、なんか抽選とかやってたけど、うん、うん、1個も当たんなかったけど。当たんなかった。結構ね、協力してもらったりとかしてて、2人合わせたらね、数十回、本当は40、50、60回だから言ってんじゃないかなって思うんだけど、うちのね、お母さんもなんか協力してくれてたしね。うん、でも一個も当たんなかったんだけど、うん、それがね、家から一番近いヨドバシカメラで普通に売ってたっていう感じ。うん、2番目に近いところでも売ってそうな感じなんだけどね。売ってそうな感じだよね。うん、まあ、ただクレジットカードを作んなきゃいけなかったからね。うんうん。2週間、でも結構2週間経ってなかったかもね。1週間で来たよ。ね、1週間ぐらいで来て、うん、速攻でワントライした時はね、ダメだったんだよね。そう、たまたまサチと俺で行った時に店員さんが、あ、今まだデジタルビジョン売ってますよって。あ、そうそう、じゃあなんか書いてあったんだよね、張り紙にさ、在庫ありますみたいな。ありますって書いてあった。嘘でしょみたいな。普通にフロアの張り紙に貼ってあってえ、売ってるんですかって聞いたら、あ、今デジタルエディションあるんです、まだ全然ありますよとか言ってて、うん、あ、そうなんですかと。じゃあ結構入ってるんですかって言ったら、その時たまたま日曜の夕方かな、うん、そう、日曜の夕方ぐらいに行ってて、まあ、基本的には土曜日の朝に、うん、その入荷しますよみたいな、ね、通常版も含めて、そのディスクが入る方も含めて、まあ、何がどのぐらい入るとかは分からないからねって言ってたよね。あ、そうだっけ、なんか通常版も、うん、通常版とかは入るよって言ってた気がしたけど。え、でも違うよ、私たちがそのえ通常版ないんですかって言った時は、うん、今回ちょっと入荷少なかったんですよね、あ、そうだ、売れちゃったんですよって言ってたから、多分安定はしないんじゃないかな、こう確保できてるっていうよりかは、入るだけ入ってくるみたいな感じだと思うから、うんうん、それが土曜日の朝なら入るよって言われて、そうそう、まあ、入ることが多いよって言われて、そうそう、土曜に入ることが多いですねみたいな感じだったから、うん、じゃあ土曜の朝行こうって思ったら、うん、そのすぐその場で申し込んで、クレジットカードを、そう、結構がっつり申し込んだよね。なんかどういうことがっつり申し込んだって。普通にクレジットカードを申し込むための書状を、あんなもんだっけ。なんかさ、あのパネルみたいなのでさ、こう専用のさ、うん、とこで申し込んだからさ、うん、なんか記入するより長く感じてさ、うんうんうん、がっつり
もうがっつり入れなきゃいけないんだな情報をって思ったけど、そんなもんか。確かに、うん、まあ、クレジットカードを買う、ね、もらうだからね、うん、それ何だと思うんだけども、うん、まあそんなこんなで、1週間で来てカードがね、そうできたのが日曜日の朝だったんだよね、土曜の夜、いや日曜の朝だ、そうで日曜の朝来て、日曜の朝来た、あじゃあ来たから行くわとか言って、あれ土曜日じゃなかったっけ、まあいいや、うん、日曜日曜で朝行ったら普通に日曜だったからかどうか分かんないけど売り切れてて、ね、はい、売り切れてて、でまあそうかないんだと思って普通にもう一回土曜日の朝にチャレンジ、うん、したらオープンとともに何でしょう、なんか9時半オープンだから、うんうんうん、9時半に作りに行ったんだよね、まあちょっと遅れたけどね、そう遅れてもいいやと思って行って35分ぐらいとかかな、うん、まあほぼ9時半につけるように行った、うんうん、まあ、そんなに並ばないと思ったんだよね正直、うん、待ってたがね最初見た時ね、そう、うん、で行ったら結局ね 4,50 分待ったね、結構長かったよね、うん、あの普通に中で行列はできてまして、そうそうそう、で中の行列に並んだ、うん、で並ぶ時に案内の人がいて、うん、案内の人が最高列こっちですよとか言ってて、うんうんうん、その最後尾に並びに行って、うん、そこの案内の人にまだ売ってますかって言ったら、あ全然ありますよ並んでくださいとか言われて、うん、あ普通やなみたいな、で整理券もなかったっすだよね、整理券もなかった、だからそのぐらい入ってたってことだよね、入ってました、では俺が買った時も大量にあった、後ろに在庫が、うん、ねすごいよね、うん、今までの抽選何だったみたいな気持ちで。何だったでさ、なんかその、うちらは抽選しか調べてなかったじゃん。うん。だからさ、店頭なんてさ、なんかその、10個ぐらいしか入んないやつを争奪戦かなみたいなぐらいの気持ちで思ってたからさ、鼻から頭になくてさ、うん、ずっと抽選申し込み続けてたけどさ、うん、知ってる人は知ってたよね。絶対早々に手に入れてたよね。そうだと思うよ。ただね、ちょいちょいね、うん、俺 PS5 で Google アラートの、起きたから、ね、うん、あのヨドバシビッグカメラとか、うん、山田もかな、店頭販売って普通に出てて、いやそう私も見たことある、だからそれが10個ぐらいだろう、そう俺も数は少ないと思ってた、うん、そしたら普通に数百台だよね、うん、もうでもそうだよね、アツシが並んだ時点で100人ぐらい、うん、まだまだだね、うん、その前にもじゃあ3,40〜50人はもう買ってるって考えて、アツシの前にねってこと、俺がその行列を見たタイミングではもう5分10分過ぎてたから、あーそういうことか、すでにもうそこでは買ってる人たちがいるわけだ、うんうん、4,50人は行き過ぎじゃん、あそう、そんなさばけんのか、だってあのまあクレカ払いしかできないもんね、そのヨドバシのクレカじゃないと買えないんだよね、じゃないと買えないし、うん、それ専用のレーンを8、あ8キャッシャー分すごっ、店員さん確保してて、うん、めちゃめちゃそのキャッシャー多いんだけども、うん、一般用の方少なくして、一般の人こっちですよっていうのは本当に数台しかなくて、一応ゲーム売り場だからね、ゲーム売り場の、大部分を、普通のお客さん用のレジも空いてるってことね、空いてる、なるほど、ね、でもちょっとだけね、うん、でしかもそこが空いてたらこっちいいですよとか言って呼んでたみたいな感じで、うん、でも PS5 専用のところのレーンができてて、うんうんうん、っていう感じだったから、まあ、そんぐらい売れてて、うん、で俺が入った後に、まあ、100人くらい、うん、100並んでたかな、並んでたかな、うん、で並んでて、その分終わった後に買った後に冷やかしに行こうと思って最後尾を見に行ったら、うん、俺が並んだ時よりも長い行列ができてたから、あすごい、まあじゃあ9時半目指していくのは結構いいかもね、9時20分ぐらいでもいいってことだし、あそうだと思う、ね、そうだと思う、うん、まあ本当になんかどれくらい入るとか別にその毎週土曜日に絶対入りますっていう話でもないと思ったのね、私は店員さんの話聞いた感じ、そうだね絶対しなかったね、そうだから本当運ではあるけど思ったよりあるぞっていうことで、同じく困ってる人は検討してみてください、検討してみてください、あちなみに秋葉原だよね、秋葉です、うん、はい、秋葉原のあのでっかい昭和通り口出て、ね、うん、すぐのヨドバシカメラで売ってるんで、はい、売ってます、ぜひに、ぜひですまあ、あの欲しかったらうん行ってみればいいと思う、ただ重たいから、あそうそうそう、帰るときね、マジで帰るとき腕筋肉痛が必死だよ、あつしなんかね、うちの中で割と大きめのリュック持ってってね、うん、入ると思ったら全然入んなかったもんね、2倍必要だった、いや2倍でも入んないかもしんない、全然無理だよあおもろ、バカでっかかった、しかもさコントローラー買ってきてくれたわけよ、2人暮らしだしさ友達呼ぶかもしれんからね、うんうん、何人でもできるように、
コントローラーがいくらだっけ。コントローラー7500円。高っ。今そうなのって感じ。俺コントローラー3000円で買えると思った。コントローラー3000円で買えると思って、うん、値段も聞かずに、うん、コントローラー売ってますか、何色あるんですかとか言って、うん、じゃあ色はこんだけ、今ここで撮れたら3色ですとか言われて、あ、じゃあ本体と同じ色ですくださいって言ったら、いいですよとか言って、うん、ありますありますとか言って。3色あるんだ。でしょね、色はね、何色かある。あ、で、その時たまたま、なんで、あ、そこ。そう、あったのは、黒と赤と、うん、白が通常のやつ。黒もかっこよさそう。まあ、黒かっこよかったよ、うん。で、どれがいいですかとか言われて。うん、まあ、確か同じだと、ね、統一感っていいよね。そうそうそう。で、側を変えられるじゃん、PS5 って。あ、そうなの、本体の。見せたじゃん、黒あるよとか。ああ、あれそうなんだ。で、着せ替えみたいなね。そう、着せ替えができる。で、側を黒にして、うち黒が多いから、うんうん、全部黒にするんだったら黒にしようかなと思ったんだけど、とりあえず白かっこいいし、白でいいやと思って、うん、っいい全部白。うんうん、で、お願いして、値段も聞かずに、それで、それで、とか言って。で、しかもなんか、ポイント 5% つきますから、とか言って。あ、そうですか、いいですね。で、分かりました、分かりました、とか言って、ペッペッペッってやって。クレジットです。7500円ですよ。7500円もすんのみたいな。で、しかもなんか、俺結構や、安いと思ってたから、本体の方はポイント 1% なの。あ、そうなんだ。だから、じゃあ先に本体の方会計して、うん、そこで溜まったポイントも全部合算して、コントローラー買ってくださいって話をしたのよ。で、そしたらいいですよとか言って、じゃあこれ、うん、コントローラーほぼほぼ無料かなって思ったら全然、がっつりしなかったよ。みたいな。やば。でも本当に、多分、ラジオが上がる、明日出そうと思ってるのね、PS5 買いましたの動画、YouTube に。うんうんうん、なんか多分上がってると思うけど、今日の私が頑張ればね、上がってるんだけど、うん、マジで、そのコントローラーの箱の中、コントローラーしか入ってないよね。コントローラーしか入ってない。充電コード、充電じゃあ、無線だからさ、うんうん、もう知ってるみんな。無線なんだよ、コントローラー。知ってるか。足が PS2 で止まってるだけか。俺も一緒。あ、そうか。うん、無線なんだよ。だからさ、充電して使うんだけどさ、充電コードすらないわけ。ない。なんか結局なんか充電スタンドみたいなね、うん、もう課金して。プラス1万で、だから本体プラス1万ぐらい払ってるね、すでに。あ、そうだね、うん。うん。まあ、充電スタンドに関しては別になくてもいいんだけど。でも、あった方がいい、かっこいいし、わかりやすいし。あ、まあそうか。あ、俺はただただ、なんだ、コントローラーがあっちゃこっちゃ行くのが嫌だったから、うん、置いとける場所が欲しかったっていうだけ。棚とかないしね。だったんだけど、うん、本体買えば充電コードはついてきてるから。そうそう、1個分あるんだよね。うん。でしかも、いや、うん、この充電スタンドは別になくてもいいっていう理由はもう一つあって、うん、この充電スタンドはこれにつないでおいてもアップデートはできないよね。なんて言って、本体とつながってないから、うんうんうん。コントローラーもアップデートしなきゃいけなくて、アップデートするためには、その、本体と直接 USB でつながなきゃいけない。うんうん、なので、まあ別にこのスタンドはあってもなくてもって感じで、処理でやるんだったらいらないし。そうだね。って感じなんだけども、うん、まあ、高い。高い。思ったよりも金かかったなって感じ。でね、ソフトも高いし。うん。まだソフト買ってないけどね。今のところ買えてない。まあ、買えてないっていうか、買いたいものがないから、なんかあったら教えて、おすすめが。いや、でもさ、でもやりたいじゃん、ゲームをね。だから私がさ、無料で遊べるソフト調べて、うん、ね、やってんのよ。なんか、なんて名前。アストロなんちゃら。そうそうそう。かな。なんか本当に、ちゃんとこのソニーが作ってるソフトだよね、絶対に。PS 関連のさ、グッズ集めたりするもんね。あ、そうだと思うよ。公式が作ってる無料の、その、うん、なんだろう、なんて言うんだっけ。オリエンテーション的な、なんて言うんだっけ。うん、チュートリアル的な。あ、それ。的なゲームなんだと思ったんだけど、なんか、普通の、そのゲームのチュートリアル、無料版の、なんか、5億倍ぐらい凝ってるよね。5億倍ね。うん。え、こんな無料でやっていいんですかみたいなさ、感じじゃない、うん、すごい。こう、ステージこう、4つもいいんですかみたいな感じじゃん。そう、結構楽しくて。でも私、ワンステージだけ楽しんで、あと私にやってもらってるんだけど。あれはね、楽しいよね。ゲームも楽しいし、うん、PS5 すげえって本当に思わせてくる。うん。うん、コントローラーここでこんなことできんのとかさ、うん、私が先にそのゲームをさ始めたわけ、あっちが仕事してる間に、うん、で
アチにも伝えたんだけど、弓矢をね、持って、あの、敵を倒すみたいなさ、とこもあるわけ。うんうん、その、面白いのは、その、R2。R2。のボタンがあるんだけど、うん、あの、コントローラーのさ、上についてるやつよ。うん、あれが、普通に押したら別に軽いボタンなのに、弓を射るときだけ重くなるの。うん、それがもうたまらなくて、うん。しかも、なんだろう。深さによって持ってたが変わるし、うんうんうん、振動も変わる。やば。指ギリ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 って弓を人を引くと、こう震えるみたいな。でしかも重たくなるしみたいな。うんうん、すごいよね。すごい。で、多分加速度センサーとジャイロスコープ入ってるから、うん、傾きとか、うん、そうだね、登るのとかもね。そう、傾きも分かるし、速さも分かるし、うん、どういう動きしてるかも感知してる。いや、すごいのよ、マジで。で、なんかタッチパネルみたいなのもついてるから、ついてる。それでも遊べるし、あとなんか息吹きかけても動くし、うん、もうなんなのみたいな。すごい。いや、すごいよ。4DX の逆だよね、なんていうの。4DX 映画のさ、うん、受けるじゃん、うん。あれは全部できる感じだよね。できる。そう。すごいわ。これ、匂いはないけど、マジで五感で楽しめるやつ。うん、ね。いや、ほんと面白いと思う、これは。しかもあれ、マイクとかついてるから、チャット、何、ボイスチャットしながらできるんだよね。あー、なるほどね。オンラインゲームとかもあるもんね、今ね。いや、マジですごい。というわけで、念願かなって。はい。で、アツシはファイナルファンタジーが好きらしいから、いつか買うでしょうと。そうだね。まあ、FF に限らずだけど、俺はロープレイをやり続けてきた人間なので。RPG はどっかでやりたい。で、今のところ一番最新でできそうで面白そうな、うん、で、俺がやりたいなって思うのはテイルズかな。あ、そうなんだ。 FF からじゃないんだ、うん、あ、いや、だから FF がまだ出ないから来月末だよね。今最新で、PS5 でできるのはまあ、うん、テイルズかなとは思っている、うん、そんな感じで。私たちはさ、私ちょっとドイツのうちに PS4 あったからさ、うんうん、ちょっと遊んだことあるんだけど、そんなにじっくりいじったことなかったからさ、全部起動してもらってこう持ってやるみたいなぐらいしかやったから、おもろい。その起動もコントローラーできるし。そう、俺本気で PS3、4一回も触ったことないの。うんうん、マジで、うんうん、マジで一回も触ったことないのよ。で PS2 からの5、やばいだよね。何もかもが違う。だってもうそもそもこのさ、これのか、なんか感覚も違うじゃん、ね。これなんていうの？ 3D スティック。そうかな。うん。あれもさ、なんかもっとガチャ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 してたの、PS2 の時。まあ 3D スティックはあれだよね。正式名称は R3 と L3 だっけ。あ、そうなんだ。名前変わるんだね。そう。あれじゃないの？なんかあの、アワンガースの時なんていうんだっけ。なんとかスティック。ジョイスティック。ジョイスティックだ。ジョイスティックはなんだろう、こういうアーケードのやつか。そっか、確かに。うん、で、あの、ニンテンドー64あったじゃん。うん、あれはサンディースティック。名前違うんだ。そう。カチャカチャ言わない。全然言わない。全く言わない。本当にスマート。うん。なあの、PS2 の時、カチャ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 って。そうだね。なんか、一言で済ませるならスマートだね。うん。何もかもがスマート。楽しい。そう、さっきサチさんが言ってた、その、コントローラーしか入ってないんだよねって言ったやつ。うん、コントローラー買った時に、箱から出てくるものがコントローラー本体と説明書1枚なの。確かに。他に何も入ってないのみたいな。箱の中とりあえず全部分解してみたけど何も入ってないもん。確かにね。あ、そうなんだみたいな。いや、おもろいわよ。ちょっとこれから週末だからね、また遊びたいと思います。そうですね。そんな感じですか。あとおすすめポイントいいですか。まあ、まだわかんないから。そうだね。うん。まあ、とりあえず、買えない買えないって。ラジオで買えない買えない言ってたっけ。あんま言ってない気がするけど。うん。買えたよっていう報告でした。はい。1年以上経ってやっと買いました。あ、そうそうそう。調べたね。その動画上げるために調べたんだけど。うん、去年の9月末ぐらいに予約が始まってた。うん、じゃあ、ちょうど1年だ、うん。うん。すごいね。うん。そんな感じで。ソニー頑張れ。ということで、あちしはハマったらテレビを買うでしょ。まあどうなのかわかんないけど、すでに綺麗だけどね、
うちのテレビでもね。うん、全然気にしないよ。めっちゃ綺麗だし。うん。そうだね。PS5 用にテレビを買うってなったら、うん、多分大きくなるから、うん、うん、ちょっと場所にも困るし。確かに。うん、あんまり。大きい家じゃないからね、今。なんだろう、家の大きさっていうか、プロジェクターとのバッティングが。あ、それもあるけど、でもやっぱ、俺は一番かな。威圧感すごいと思う、大きいテレビ入ったどうだろうな、わかんない。友達の家とか行くけど、うちよりも全然あの短い距離で大きいテレビとか持ってるしね。うん、まあまあ、それもそれで、ちょっと様子見で、うん。今のところ、テレビをどうしても買いたいと思ってないから。うん、で大きいテレビでやりたいんだったら、むしろ俺はあの、まあ、画質の問題もあるかもしれないけども、長い HDMI を買ってプロジェクターでやります。うんうんうん、はい、うちのプロジェクターも一応 4K 対応なんで。うちのプロジェクターうるさいけど綺麗だよね。うん、ファンはめちゃめちゃうるさいけど超綺麗だよね。うん、この前あのレオちゃんの家入りレオの、うん、あのフリー YouTube ライブ見たけど超綺麗だもんね。綺麗。はい。じゃそんな感じ。あ、そうそう。あと大きい変化とは言う。おほい。あのプレイステーション5がうちに来たことによって、うん、我が家ついに DVD とブルーレイが見れるようになりました。DVD は見れたか。DVD は見れた、うん。ブルーレイ見れなくてさ。確かに。ブルーレイ。2年越しに見たよね、結婚式の。結婚式の動画さ。本当にね、高い金払って一回も見れなくてさ本当だよ、ね、全部作ってもらってね。そうそうそう、だ十何万とかするわけじゃん、結婚式のって。あ、そんなしたんだっけ。いや、どうだっけな、そんなしないか。そう、あ、当日のやつか。そう、我々結構安くしたと思う。なんか当日その場で作って、うん、流してとかやろうとすると高くなるけど、10万超えてたよね。超えてた、超えてた。 いや、そんなんいらないからって言って、うん、いらないよ、作るから、私がその動画っつって。うん、だから素材くださいって言ってブルーレイをもらったんだけど、結局ブルーレイもね2年間見られずに、うん、はい、よかった、見れてね。よかったよね、うん、普通によかったよね、うん、ものが。そんな感じの最近の報告でした。はい、じゃあ続きまして、続きまして、どっちにしようかな。じゃあ、あの韓国の話にしようかな。韓国、信号の話。ああ、これはすごい、うんうん、地面に信号がついたっていう話なんだけど、うん、意味わかんないね、これだけ聞いたらね。そう、俺が思うに、うん、なんだろう、スマートシティとかいわゆるこう住民目線の街づくりとかってこういうこと言うんだなって思いました。うんうん、何ってこう今社会問題になってるスマホゾンビと言われるやつですよ。スマホゾンビって何？あの歩きスマホの人たち。そう、歩きスマホの人たち、うん、だってそれで日本でも死んでるじゃん。あの線路の中に入ってたんだけど、そのまま線路の中の踏切が降りてきたんだけど、踏切の中にいるって気づかずに、あったかも、電車に引かれたっていう。あ、だからそこから来たの、ゾンビって。いや、別にそういうそこから来てるとかは分かんないけど。ああ、そういうことか。そう、同じことだよねっていうので、うん、俺あの時の報道結構やばいと思ってて、うん、何が起こったって、日本の、うん、ちょっと何駅か覚えてないけれども、うん、踏切のあるところで、うんうん、まあ普通に遮断機が降りてきた、うんうん、でそこに10人ぐらい人がいた。あ、で女性が踏切の中に入っちゃった、うんうん、で踏切遮断機が降りてるんだけれども、女性は踏切の中に入り込んで、うん、遮断機が降りてきてるのにも全然気づかずに普通に歩いていって、うん、遮断機が降りたところ、降りたところに対して、うん、女性はその遮断機の前に立った、うん、実はでもそれは遮断機の中だった。まあ、踏切の中ってことだよね。あ、そう、踏切の中だった、うん、でそのまま電車が来て光で死んじゃったって話なんだけど、うんうん、その女の子は、女性は、うんうん、自分がどこにいるのかも全然把握せずに、うん、ただただ遮断機の目の前にいたっていうだけなの、うんうん、
スマホを見ながらね、うん、周りの人間も一切それに気づかない。そうなんだよね。みんなスマホ見てるから、うん、下向いてるから、うん、今目の前何が起こってるかわからない、うん、っていうのが日本でも起こってて、あ、なんか世も末やななんて思ってたんだけども、本当。しかもね、イヤホンしてるからさ。あ、そうなんだ。結構みんな、私今接客業してるんだけどさ、お客さんに話しかけるんだけど、こっちの声も何も聞こえてないんだよね。結構最近のってさ、ノイズキャンセルついてたりするじゃん。だから言ってるし目も合ってるから、なんか喋ってることは分かってるけど、何言ってるか分かってないみたいなことが、もう目が合ってても起こるから、そりゃ周りのことなんかね入ってこないよねっていう。怖い世の中ですね、うん、怖い怖い。だから性能がいいものって使い方間違えると本当に危ないなって思うよね、うん、思います。だから それこそね、ねカフェとかで、あれこの間も言ったっけ、言った気がする。ノイズキャンセルのさ、イヤホンしながら電話とかさ、あーめっちゃ声が響いてました。そうね、しちゃう、そういうこともね起こっちゃうし、うん、そこはね、うん、自分で気をつけなきゃいけないよね、うん。で、まあ、日本でもそんなことが分かったんだけども、うん、韓国はそれに対して、うん、対策を打ちましたと、うん、いうことで、うん、地面に信号機を埋めつけた、うん、まあ、信号機っていうのはちょっと言い方が悪いね、うん、LED ライトで線を描いてあげて、うん、歩道の縁というかね、そう、歩道の縁に線を描いてあげて、うん、それが緑だったり、あ、青信号、信号の色と連動してるってことだよね。そう、信号と一緒で、うんうん、青、黄色、赤になる、うん。おもろい。でもそれでいくとさ、さっきの遮断機の中入っちゃった人、踏切の中入っちゃった人かは、怪しいね、目に入るか。だってさ、目の端に入ればいいんじゃない。下を見続けて音は入ってないわけなんだけども。でも違うじゃん。だってさ、うん、線路の上歩いてるわけじゃん、多分、うんうん、遮断機のその前に立ったってことは、うんうん、少なくともさ、その1車線なのか2車線なのかわからないけど、うん、1個目の遮断機の先に行って次の遮断機の上で、あ、踏切に来たなって言って止まったわけじゃん、多分ね、うんうんうん、ってことはさ、線路の歩いてるじゃん、うん、っていうのに気づいてないってことは、うん、まあ、光だからもうちょっと入るかもしれんけどね、なんかそれすら怪しい人いるんだなって思った。そうだね。今話聞きながら、そうだね、そこはまあもうしょうがないよね。あ、もうなんかその分かんない、ごめんけどさ、そんなに夢中になったことなくて、その外でスマホに、ああ、だからさ分かんないんだよね、なんで分かるじゃん、だって地面変わってるし、うん、すんげえ厚底の服じゃない、靴履いてたのかな、不思議だな。まあ分からないけどね、うん、分かんないけども、まあそういうことが起こったのに対して韓国はなかなか面白い手を打ちました、うん、そうだね、面白いということですね。本当にこれを見て、うん、なんだろう、人の命を守るとか、うん、生活を良くするとか、うん、でこういうことだなって、うん、お金を分ければいいわけじゃないと、うん、で街づくり好きな私がそう思いましたという話。ちなみにさっきのちょっとスマホゾンビの話だったんだけども、スマホゾンビって日本で言われてるわけじゃなくって、うん、英語圏でスマートフォンを歩きながら、うん、歩く人を揶揄する言葉としてスマホゾンビって言われてるらしいです。日本で言うと歩きスマホみたいなんですよね、うん。英語圏なんだ、韓国で言われてるわけじゃないんだね。そうみたい。うん、なるほどね。韓国はむしろは日本よりも感度が高いから、アメリカの文化とかね、取り入れてるかもしれないね。うん、分かる気がする。でもさ、なんかそのすごい本当に上っ面なさイメージで言うけどさ、うん、韓国の雰囲気に合いそうだよね、あの地面に信号入れるのが。ほう。ごめん、ちょっとあんま分かんないけど、韓国。なんか韓国っぽみたいなさ言葉が日本で今流行ってるけどさ。あ、そうなんだ。うん、へえ。韓国っぽいもののことなんか韓国っぽとか言ってるみたいなんだけど。へえ。多分ね、多分そうなんだけど。なんだろう、真っ白なホテルとか。スキニージーンズみたいな。え、どういうこと？え、韓国の男の人ってさ、あ、女性もそうか、すんごい細いこう体で、うん、なんだろう、体にピシッと合うようなさ、かっこいいデニムを履いて、うんうん、で髪型もなんか、ボブでみたいな、なんかそういうの、あ、ボブだったり刈り上げしたりとかっていうのがなんか韓国っぽいのかなと思ったんだけど、そういうことじゃない、ちょっと分からない、容姿とかに使うのか分からんけど、私がよく見かけるのはホテルとかの話だね、うん、ほう、日本にあるけど
韓国っぽいホテルのこと、なんか韓国っぽってこう。韓国っぽいホテルって何？ね。ちょっとわかんない、わかんないんだけど。いや、それ見ても私はわかんないのよ、うん。なんか白いっていうのはわかる、うん。なんかすごい白くて、うん、なんかこうなんだろう、2D 感があるというか。うん、流行ってんの韓国で。ってか、ささに聞いてもわかんないよね。そう、わかんないんだけど。いわゆる俗称としてすぐに言われてるよ。そうそう。はあ。っていうのを見てると、うん、なんかその LED の光とかも、が道に埋め込まれてるっていうのも、似合いそうだなって思った。そういうなんかこうシンプルというか、うんうん、まあなんだろう、日本でよくこう、あ、かっこいいみたいなイメージなのかな、うん、それはスマートとかかっこいいとか、うん、シンプル、クールみたいな、うん、へえ。そうそう、ちょっと私もふーんって思って流しちゃうから、いつもあんまわかんないんだけど、でも韓国ってなんかそういうなんだろう、シャープなイメージはあるよ。うんうんうん、うん、そうそう、それこそなんかさ、私が興味楽しみにしてるガールズプラネット、はい、のステージとかもそういう感じなんでね、ほんとスマートみたいな感じでシンプルだけど、要所要所にその光を取り入れて。すごいじゃん、 PS5 じゃん。確かに、でもそういうこと。 PS5 って韓国っぽいんだ。あ、そうかもね。へえ。そんな感じ、私のイメージはね。うんうん、だから似合いそうだなって思った。なんかすごいね、ちょっと比較する地域が思いつかなかったけど、うん、いいんじゃないですかね。はい、これぜひ日本にも取り入れてほしいですねって俺は思う。本当危ないからね、私はちょっとあの負の感情を持ってるからあれだけども、本当に危ないと思うから歩きスマホ。うん、てか本当にもう俺蹴り飛ばしたいもん。あっち思ってた。本当に蹴り飛ばしたいって思う。ねえ、うん、ねえっていうのもおかしいけど、なんかこの人たちがなんか危険な目にあってもね、いいけどさ、この人たちは自分に非があるからね、うん、周りが巻き込まれるのが本当にかわいそうだと思うから、こっちに突っ込んでくるなって思う。そうそう、だからそれこそ電車が止まっ、そのまま亡くなった方がいるから、ちょっとあれ、その亡くなった方には本当にかわいそうだなって思うけども、結局それのせいで電車が止まって迷惑を被る人もいるわけだし、うん、電車自体のその損傷もあるかもしれないし、うん、車だったら車もね間違いなく傷つくだろうし、うん、でさらにね、目の前で引かれる人を見てる可能性もあるからね。そうだね、なんか精神的なダメージもねあるかもしれない。やってらんないよね、うん、いやー、アップルの功罪ですねこれは。もう日本だけだけどね、こんな iPhone 使ってんの。あ、でも アップルが最初に出したからってことか。そう、うん、スマートフォンという概念をさ、もともとねブラックベリーが出してたのもあるんだけども、世の中に定着させたのはアップルじゃん。まあ流行らせたよね。うん。まあ、それはあれか。パソコンのマウスもそうか。なんかでもさ、その、スマホってやっぱ難しいのはさ、あの、ボタンがないから、見ないと打てないんだよね。文字が。割と感覚で打てたりするけど、うん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 、やっぱり。ガラケーはね。そうそう。ガラケーだったらボタンがあるから、ポケットの中でも打てるよね。そうそうそう。内容だけか、例えば電車降りる前に、あ、なるほどって確認して、電車の改札を迎えながら、前を普通に向いてるけど、右手は返事を打ってるとかもできたわけじゃん。うん、できた。うんうん、なんなら送信までできるじゃん。っていうのができないのがまた難しいところでもあるよね。まあ本当にそんな急ぎの連絡あんのっていう話もあるけど、うん、ボイスメッセージ使ってください。ね、海外の人めっちゃ使うよね。めっちゃ使ってる。うん。なんでだろうね、日本は。恥ずかしいんじゃない。うん。まあわかんないけど。びっくりした最初ね。すげえ喋るじゃんみたいな。携帯に向かって。まああとはもうみんな俺の使ってるソニーのイヤホン使って、ワイヤレスイヤホンみたいな感じかな。外部の音全部取り入れるから。あ、音の話ね、それはね。そうそう、スマホゾンビじゃなくてね。そうそう、だからひたすらこう音を聞いてても、うん、なんだろう、外の音も聞けるし、うん、みたいな感じかな。五感のうち一つでも、うん、ちゃんとこう現在のこの世の中に対して向けておかないと、いつか自分が痛い目を見るから。そう、せめて危ないみたいな声とかね、クラクションぐらいは入るようにしとかないと、うん、そう、耳もダメで目もダメ。しかもね、新しい車は静かないよな。そうだね、気づかないね。あ、いたみたいなね。そう、本当に。それもそれでプリウスだっけ、昔ね問題になってたけど、だからね、そうだね、ね、うん、
今は音つけてるけど ね最初は問題になったね。そうそうそう。であとは何だろう、最近厚底が流行ってるからさ、地面の感覚もないし、でそうだね、まあ、厚底って言ったのか、そう、嗅覚はあるかもしれないけどさ、視覚も触覚も、うん、聴覚も、うん、ダメだとしたらさ、うん、味覚か嗅覚じゃん、うん、味覚なんてないじゃん、うん、意味ないよってことね、意味ないじゃん、自己に対して、ね、そう、そしたら嗅覚しかないわけじゃん、うん、嗅覚って言うたってさみたいな、うん、ガス漏れぐらいしか気づけん。だとしたらさ、自分の身を守るとかできないからさ、うん、まあ一つでも、うん、あとはなんだろうね、 Google グラスとかね、スマートグラスが出てもらってとかあるかもしれないけど、うん、まあちょっとでも、うん、ね、事故をなくしたり生活を良くするためにこの韓国の地面に埋め込む信号っていうのはいいんじゃないでしょうかと、うん、そうだね、いうお話でした、うん、なんか今さ、恋ですってドラマやってんの、うん、知ってる？知らないよ。知らないよね、うん、視覚障害者の女の子とヤンキーの男の子が弱視のやつか、あ、そう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 、あ、恋していくみたいな、はいはいはい、そういう話なんだけど、うんうんうん、私ゴリゴリの少女漫画だと思ったからさ、避けてたんだけど、うん、あまりに評判がいいから気になって見てみたら結構面白くて、そう見てんだけど、それ見てると本当に目というかさ、なんかこうなんだろう、まあ、なんか何も見ないで歩いてるなって思うよね。目は見えてるはずなのに、見えてるからこそちゃんと見ないで生きてるなみたいな、うーん、何もすごい面白いよ、見た方がいい、あれみたいな感じ、オレンジデイズ、違う違う違う、まあオレンジデイズもそうか、耳だけどさ、うん、同じアニメでさ、うん、ほら耳が聞こえない女の子、ローの、あ、ローじゃない、あ、ローか、そうそうそう、ロー、声の形、それ声の形みたいな感じ、声の形ちょっとあんま印象残ってないな、マジか、うん、どんな感じ、何が聞きたいの、雰囲気、作品の雰囲気が、あ、そうそうそう、で言おうと思ってさ、知ってるかなと思ったんだけど、知らないから、OK、気にしないでいいよ。見たんだけどね、声の形。ちょっと苦手だったんだよな、私。あ、そう、もう声の形はもう、ボロ泣きですよ、あれ。だからそのさ、なんて言うんだろう、障害を持った子を題材にするとさ、うん、なんかその、さ、例えば声の形もさ、最初主人公の男の子、主人公の相手の男の子、うん、さ結構こう傷つけてたりするじゃん、うんうん、っていうシーンが私結構苦手で見れないんだけど、この恋ですはマジでその主人公の相手のヤンキーが超いいやつなの、最初から基本的に超いいやつだから安心して見れる、もうっていうのがいいとこですね。ちなみにその主人公の女の子はさ、ゆきこさんっていうんだけど、岡田ゆきこちゃんは全く見えないわけじゃなくて、白いもやがかかったような感じで、うん、弱視だよね、見れるっていう感じの子で、うん、白いもやがかかった、だ結構ほんと光飛んでる感じ、うん、色覚障害じゃないんだ、じゃない、なるほどね、色の認知とかじゃなくって、ほんとにだからすっごいフィルターかけまくってぼや、うんうん、あ、でかつぼやっとしてるから、うんうんうん、そういうことだね、うん、目の前に何かがあるとか、そう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 、今ここに暗い場所にいるとか、そう、そういうのは分かるんだ、だからすっごい近づければ見えるとか、うん、うんうんうん、なるほどね、うん、程度があるからね、俺も視覚障害か、うん、に関してはそれなりに勉強したけど、難しいよねその辺は、うん、そうなの、結構種類があるんだなって思ったよね、すごいだから眩しく本当に感じちゃう人も友達にいたりとか、うんうん、全盲の友達もいたりとかするんだけど、おもろいよ、はい、じゃあ皆さん見てくださいなんだっけ、恋です、恋です、もうタイトルが悪いね、そうなの、私とか受け付けないタイトルしてるじゃん、うん、俺もそうだわ、うん、恋の形だったら聞くんだけどな見るんだけどなみたいな、でも本当にそのヤンキーがむっちゃくちゃいいのよ、キャラが、顔もいいし、まあヤンキーだからね、ヤンキーっていいやつだよね大体っていう感じだから、まあ私みたいに、恋愛ものでしょって敬遠してた人は意外とまあ面白いよっていうことでした。はい。でーす。じゃあ。
じゃあそんな感じで、はい、私があと気になっているのは、うん、E プラスの話。E プラス、うん、E プラスについてもこれもちょっと一部の方たちだと思うんだけども、日本がざわつきましたというお話ですね。何が起こったかって、まあいつかは起こるだろうと思っていた E プラスってあのイベントとかのチケットとかを扱って、今チケット売ってるとこだよね、売ってるところかな、うん、で最近はやはりいろんなこう転売屋とかいらっしゃるので、うん、電子化されてきて、はい、で E プラスは顔認証のシステムで、うん、入場を、うん、入場本人確認、あ、まあ、コンサート会場入る時、コンサート会場入る時のね、うん、やつをやったんだけれども、うん、まあついに起こったかというところで、うん、そのシステムのサーバーエラーが発生して、うん、会場に入れなくなっちゃったっていう話です、うんうん、まあいつかは起こるだろうなと思ってたけれども、まあ起こってしまったかっていう内容だね。まあ、現代だからこそ起こる問題なんだけれども、うんうん、でしかもそれが、まあ、俺とサシさんがおって思う、うん、ライブで、ラブライブのライブだったんですよ、うん、ラブライブのライブがこれちょっと前だね、10月の17日かな。でどのラブライブだろうね。アクアか。あ、これサンシャインです。あ、やっぱり。はい、アクアですね。うん、で、入ろうと思った。これどこなんだろう。場所がちょっとわかんないけども。でも、うん、そうだよね。なんかその、ラブライブって、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、めちゃくちゃ人気なコンテンツだからさ、チケット取れないんだよね、多分。うちらもさ、その1個目のラブライブ、なんかのあれよ、プリキュアとかみたいにさ、こういくつかシリーズ化されてきたんだけど、うん、最初のラブライブの、最後のライブ、ファイナルライブは私たちもチケット全然当たらなかったよね。当たりませんでした、うん、みんなで応募したけど、うん、全然当たらなくてっていう感じだから、それは転売屋にさ買われちゃったら多分10万とかいっちゃうんじゃないかなってぐらい、うん、無理だった、全然無理だったよ、あれはっていう感じだと思うから、それは対策はすべきだなとは思うし、いい試みだと思うけどね、うん、そう、まあまあまあしょうがないなとは思っているし、うん、これがダメだとは別に思わない内容かな、うん、なんだけれども、うん、一応開始が1時間程度押してしまったよと。そこだよね、なんかそれ、うん、なんかその難しいけど演者というかさ、そのコンテンツに迷惑はかけちゃいけないよねっていう、本末転倒というかさ、うんうん、そうだね。 E プラスはあくまでもイベント会場と本人たちをつなぐためのものであって、イベント会場に入ってから本なんだ、演者とつなげるのはまた別の人たちがやってるわけだから、そっちに対しての迷惑ってのは難しいよね。 E プラスがどうこうできるわけじゃないからね、うんうん、そうだよね。開始時間遅れるとさ、その最後までいられない人とかがね、見れないものが出てきますね。ね、出てきちゃったりするし、うん。というのがありました。うん、ですね。下手したらね、うん、あ、でもそんな今は夜遅いイベントないから大丈夫か。なんでもない。まあそうなの。E プラスはね、いいと思うんだけども、まあ二度と起こらないように対策はしないと、うん、本当みずほ銀行みたいになっちゃうから。ね、そうですね、行政処分みたいな、そうそう、入ってきちゃうかもしれないけども、まあ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 ですね、これはもうかなり会場の当時の様子とか見てると、うん、もうごった返してて、うん、まあこの時はどういう、こう状況になったか分かんないけれども、まあ密を作り出していますねという感じ。でもこれ頑張ったなと思うのは1時間で復旧させたことだね。そうだね、確かに、うん、今日中止とか飲んだもんね。うん、いやでもいいと思うよ、顔認証ね。うん、いいんじゃない、うん、しかもこれ別に顔認証がうまくいかなかったわけじゃなくて、サーバーがエラーしただから、その情報処理の過程で多分何かがあったんだろうと思っているんだけども、ね、誤認識してしまったとか認識しなかったとかっていうものではないから、まあいいんじゃないのって、また次に行きたいって感じだと思います。結構取り入れてるとこ増えてきたよね。あ、そうなんだ、顔認証、うん、なんか嵐とかもやってなかったっけ。違うっけ、あんま行かないからな、ライブ。
私も行けるわけないんだけど、嵐のライブなんて、うんうん、それこそ当たんないか、うん、そういうものです。まあ、今はねラブライブスーパースターやってますけれどもこっちに関しては行きたいな。面白いよねスーパースター、ね、スーパースターいいよ。この前なんだっけテレビか何かでさ出てるのを見たけどさ、声優さんたちがやってるけど、うんうん、もう声優すごい、歌って踊れて可愛いじゃないと声優できないね。かつ若い、かつ若い若くて可愛くって踊れて、うん、いい声を持ってないと、なんだろう、いい感じの演技もできないし、演技もできなきゃいけないし、気持ち悪いとかじゃダメなんだよ。おい、なんでもうバカにしたんだ初期ラブライブを、おいはい、みたいなね、うん、もうすごいすごいよ今のアイドルや、アイドルものの、アイドルものの声優やってる人はすごいって思いました。すごいよね。はい、ちょっとサンシャインに関しては一応全部見てるけど、2回見たけど、うん、1回目の記憶がないから2回目見たんでしょ。あ、はい、そう、なんか好きで2回見たみたいな雰囲気になってるからな。あ、違う違うやめなよ、ちゃんと正直に言いな。一応2回見たよ。1回見たけど全く記憶がねえとか言って全然記憶、いや断片的にしかなかったの、うん、もう2倍から3倍で見てたからな、あの時は。まあなんか、うん、そうだね、なんかその今やってるラブライブスーパースターはテイストが結構その最初に私たちが好きだったラブライブって似てんだよね。おほう、そうですかと思ってる。その人数違うんだけどなんかこう似てんのよ、ミューズの時と。へえって思うよ。うん、でラブライブの良さはそういうのかね、まあ、キャラが立ってるっていうのもあるけど、展開がね結構ベタでね。それサンライズだよ。おもろいんだよね。サンライズはいつも展開がベタだから。あ、そうなのなんかね展開がベタで先に読めんだけど面白いのと、うん、安定感あるよね。うん、なんか曲がいいんだね。曲と衣装がいいかな基本的には。うん、衣装いい、うん、し、そうだね、あの別にサンシャインと比較するわけじゃないけども、毎回新しい曲が出てくるみたいな、うん、そう贅沢だよね、うん、その速さはすごくいいよね、うん、1話に1回新曲が流れたりするのね、うんうん、まあ、たまに流れない時もあるけどね、もちろん話の流れ的、うん、それがなんかねいいよね、楽しい見てて。第2期に期待してます。うんうんうん、おもろいですね。そんな感じ。じゃあ次。ラブライブのチケットってどうやって取るんだろうね。はい。じゃあそのままマイナンバーの話する？マイナンバー。うん。マイナンバーはこれはサチさんがお話ししようぜと言ってきた内容なんだけれども、マイナンバーカード、ここ最近2つの大きなアップデートの話がありまして、まず10月20日だねに健康保険証としてマイナンバーカードが使われるようになりましたということです。まあ、マイナンバーカードを持ってなきゃいけないから、使える人は結構限られてるんだけども、確か今4割ぐらいらしいね、マイナンバーカードを持ってる人。4割 ?4 割、うんうん、です。なので、まあ、その中で、使いたい人がいたらこのマイナンバーカードを保険証として利用することができますよということです。で、ただしなんだけども、健康保険証ってどこで使うねんって言ったら病院。うん、この病院、使える病院が全然ないっていう話で、うん、今 10% 未満らしいです。全体のね。全体の。なので。保有されているところが 10%。はい。なので、まあね。使えるんだったら1個でね、いろいろできるから、いろいろいいかもしれないけれども、うん、使える場所がまだ少ないねっていう話だね。今後マイナンバーカードどうなっていくんでしょうかというのが1つ目のアップデートで、2つ目のアップデートは、コロナワクチンパスポートにも使いましょうと。なので、パスポート、ワクチンパスポート、まあね、ずっと前から、
話題にはなってるんだけれども、このワクチンパスポートについても、マイナンバーカードで代用できるように、しましょうというので今話が進んでいる。これはまだ実現してないね、進んでいるっていう話だね。まあ、これももう賛否両論ありまして、ワクチン打てない人もいるじゃんとかいろいろあるから、常に紙でもいいですよとか陰性証明でもいいですよとかいろんな話があって、いやなんでマイナンバー持ってんだからカードじゃなくていいじゃんみたいな話とか、結局紐付けるって何が大事なのかって言ったら、ナンバーで個人が管理されている、うん、で、まあ、ナンバーで個人が管理されてるんだったらカードじゃなくていいじゃん。で特にナンバーは今の全国民にもう割り振られてるわけなんだから、うん、ワクチンパスポートなんていう今だけしか使えなかったり今早急に欲しいものなんだったら、うん、カードじゃなくていいじゃんっていう話もあるんだけども、今のところカードが必要みたいですね、うん、話的にはこれもね、まあ、何がいいのか分かんないけどもどうなんでしょうと、まあ、話をこうだけどニュースとかでやってて、うん、これに賛同しない人、うん、この保険証と使い証として使えたりワクチンパスポートとして使えるものに対して、うん、なんでカード持たないんですかみたいな話をした時に、うん、一つはなくても生きていけるじゃんっていう話、まあ、それはそうだねと。でもう一つは、個人情報が抜かれるとか、うん、そういうのを気にしてる人が3割から4割ぐらいいるらしい、うんうん、でも個人情報の方に関しては気にしててもしょうがないから、まあ、そこはいいんじゃないのって俺は思っちゃう。まあ信用してないってことなんで、役所をね、役所なのかな、もうそれはなんかもう銀行もそうだし何もかもだしみたいな感じがしてて、あ、そう、陰謀論的なのは置いといて、うんうん、その気持ちは私は分かるよ。なんか全部それになっちゃうと、うん、だから、銀行だったらそのまあ出るのはその銀行に預けてる預金の額と名前、うん、登録した時の住所ぐらい、住所書かないかぐらいじゃん。その全部が紐づいちゃうと、一個取られた時に全部取られちゃうっていうのがやっぱ不安なんじゃない。なるほどね。それからじゃあマイナンバーカード、ちなみにそのマイナンバー、なんでマイナンバー通知書、うん、その紙のナンバーだけじゃダメなのかって話はやっぱされてて、うん、マイナンバーカードの中には IC チップが埋め込まれてて、うんうん、自分本人であるっていうのをナンバーとして紐付けておくっていうのは一つの方、一つの、マイナンバー制度の趣旨なんだけども、うん、もう一つとしてマイナンバーカードであることによって自分の個人情報をチップに埋め込んで自分が自分であるっていうことの証明になる、うん、っていうものが2つのこう意味があるらしい。このマイナンバー制度によって、マイナンバー制度っていうのは制度によってナンバーが割り振られたことと IC チップが割り振られてること、うん、この2つが大事なんだって話はしてて、うん、うん、まあそうだよねって俺は思ってしまった。だってそれってスマホなくのと一緒じゃんみたいな、うん、と同じかなって思ってて、スマホってもうね、みんな全ての情報がそこに入ってるっていうものに今はなってしまっていて、結構みんな不用心じゃん、うん、同じじゃないかなって思うんだけど、でも皆さんそれを気にしているようだったので、まあ、今後それをどうやって払拭していくのかなっていうのは気になっているところ。俺はもうマイナンバーカード持ってるから、まあ、どこまで紐づけるかっていうか、別にぶっちゃけ健康保険証になったところで気にしないし、うん、それが免許証になったところで気にしないしみたいなとは思うんだけど、それのためにわざわざなんかそれしたいからマイナンバーカード作りますみたいな人多分いないと思うから、うん、どれだけそこに対して利点をつけてあげるのかと、うん、不安をなくさせるのかが限らないでしょうかと思っていますというところですね、うん、で今のところこの健康保険証を本格運用だっていうふうに言ってるけども、運用できるような、インフラは備ってませんっていうのが今のところこの記事に対する結論ですかね、うん、まあ未知のものって怖いからね。まあそうだね、分かんないから一旦ちょっと置いといて、みんながどうするのかちょっと様子見てみて、そうそう、なんかどうリスクがあるのかも分からない分からないから、うん、
ていう気持ちは全然理解できるから、うん、それは本当になんか信用を勝ち取るしかないというかと思いますね、うん、そうだね、そう、うん、どうリスクがあるのかも分かんないし、どうメリットがあるのかも分かんないよね正直。そう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 、だから全然やる意味ねえじゃん。スマホはねメリットがあるし、うん、例えばそのじゃあこれはスマホには入れないとこっていう選択が自分ではできるじゃん。だからね、私のアップルウォッチが充電がないって言い出したね今。あら、なんかスノーズだったか。うん。まあそういうことだよ。再買った。あ、どうぞ。始まりました。じゃあその話をしてください。じゃあその話で終わりにしますか。イエーイ。今日はもうこの話をしたかったと。まあ、そ、見たいの早く私は。あの今日金曜日のね、今8時過ぎたとこなんだけど、何があるってガールズプラネットっていうその最初の頃に一瞬ラジオで触れたんだけど、日中韓の33人ずつの女の子が参加したオーディションの最終回、今日でメンバーデビューメンバー決まりますって生放送が8時から、だから5分前ぐらい始まってて、今ちょっと映像は流してるんだけど。何人なの結局最後。多分決まってるの。うん、9人とは言ってた。333になるかどうかは分からないんだ。333にはもうならないと思う。あ、ならないんだ。途中まではその、うん、日中韓それぞれ投票できたんだけど、うんうん、もう途中から国関係なく一人だけ選んでくださいってなって、うんうんうん、だからもう順位の中にもバラバラに。なるほど。じゃあもしかしたら中国3、韓国6とかで9とかの可能性はあるんです。そう、それこそ、うんうん、で急にその中間発表がされたわけ。そのファイナル投票の途中、この今週に頭かな、週頭ぐらいになんかこう公式の運営が今の順位みたいな発表しだして、何かなって思ってみたら、あの9位までがデビューメンバーって言ってるんだけど、ずっと1位から8位まで韓国人だったので、9位だけ中国人の子が入ってて、おお、なんかさっき俺が言ったやつのじゃん、ジャパニーズ入らないんじゃんと思ったんだけど、そうだから多分、うん、運営も、まあ、どういう意図かは分からないけど、真意分からないけど、多分このまんまじゃまずくないみたいな、グローバルグループ作ろうって言ってるのに、うん、全員韓国人とか入るわけだ。まあスキル的にそうなのかも分かんないけどね。いやこれね、投票のシステムが難しくて、その韓国票が 50% の割合で入って、他の、あ、決まってんの、うん、他の国の票は 50% になるから、うん、弱いのよね他の国の投票が。いや、そうじゃん。そう、じゃあそれなんか割りましてあげればいいじゃん。そうしたら中国と韓国、あ、じゃあ日本と中国はかける2にするとか。まあでも今からシステムは変えないと思うから、だから頑張ってもらうしかないから出したなと思うんだけど、だからそんなんなんだ、最初からおかしいじゃんって話だけど、まあ韓国でやってるオーディション番組だしね、もともとこれ韓国の番組だから。あ、じゃあ別に全韓国人でもいいよ。やまあなんかそう、事務所も韓国だし、韓国でデビューしたい、 K-POP でデビューしたいっていう子を集めてるから、あ、そのなんか韓国の人に評価されるべきっていうのは仕組みとしては全然悪くないとは思うんだけど、なるほど、ね、思ってるより韓国に偏っちゃったから、うんうんうん、やばくねってなってんじゃないかなって思って、で今日それがじゃあどうなりますかっていうのが分かるんだ。そう、分かるし、生放送中に多分今オープニングのパフォーマンスがあったけど、うん、多分半々に分かれて、あのそのアイズワンができた時もそうだけど、あれも生放送だったんだけど、最後パフォーマンス見ての投票の時間もあると思うから、だから私は生で見てもう一回投票しようかなって思って。今残ってる人たちは何人残ってるの？ 18。 半分になるんだ、うん、でさっき今確かにそれで半々になるみたいな感じか。そうそう、で急に多分パフォーマンスして、わかんないけど多分ライブインコリア。なるほどね。今残ってる人たちの国籍の割合とかも分かってるの？あっとね、パッとは出ないな、まあ、調べれば分かるって感じか、うん、調べれば分かるよ。ほんほんほん。でなんかね、韓国人が多分ちょっと多くて、意外と日本人ってそのプロデュース48の時は日本人ってやっぱ歌全然歌えないねとかダンスのスキルないねって言われてたんだけど、今回頑張ってて、上位に下位に全然入んなくて、やばい日本人全然いなくなっちゃったってこの間のランキングで思ったんだけど、上位にバンバン出てきて、でもそれでも少ないけどね、ちょっと少ない。じゃあ18人中3人とか4人とか、そんな感じだと思う。あーはーはー、なるほどね。うん、サチさんは誰を推して、誰ってか、どの国の人が残るなと思ってんの？あ、残るな、うんうん、韓国人は絶対残るじゃん。
ああ、そう、それ多分、多分だけど、いろんな国の人から集まるんじゃないかなと思ってるんだけど。私が応援してる子は結構厳しくて。うん。ジャパニーズ、それは。中国人。チャイニーズ。で、うん、もう、ペラペラの韓国語が。で、通訳とかも全然できるし、キャラがいいくて、うん、キャラがいいのに、顔も良くて、顔が小さくて、スタイルも良くて、みたいな感じで結構好きなんだけど、うん、いまいち多分、番組に押されてない。だよね。し、そのなんか、キャラが立っちゃいすぎて、うん、綺麗な顔してるんだけど、3枚目扱いなのよ。ああ、なるほどね。いいキャラしてんだ。だから私は好きなんだけど、なんかこう、花がある感じではなくて、うんうんうん、これ今多分今までオーディション参加したけど落ちちゃった子が見に来たね、最後。なるほどね。アイズワンの時もそうだった。へぇー。少女時代の人。へぇー。とか、なんかそんな感じで、応援してる、みんな応援してるけど、でもそうだね。なんか、マシロちゃんって子がいるのね。名字忘れちゃった。マシロちゃんって子がいて、もともと JYP の練習生で、TWICE とか、NiziU とかがいるね。うん、で、そんで、ITZY っていう、イッチーね、そう、うん、グループがデビューした時に候補生だったんだけど落ちちゃって一回諦めかけた夢をもう一回このガールプラで挑戦しに来ましたみたいな子がいるんだけど、その子は通ってほしいなって思ってる。少女時代は韓国、中国、韓国、韓国の人はオーディション の, そのなんかサポーターという か, なんかアドバイザーみたいな感じ、イメージはなるほど、ね、なんだけど、そう、じゃあ楽しみですね。じゃあ今日はこの後これを見て投票するんだ。そう、 そう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 。ほら。じゃあこれをみんなが見る、うん、坂本真白って出てる、ね。これを皆さんが聞くときにはもう聞くが分かってると、うん、いうことで。日本人今4人かな。これ見るの。1234。4人だね。やっぱ韓国人が多いね。1235。でさっきのグループにもいたから。うんうん。このカンイエソちゃんって子も超可愛いの。この子さっき見せた子。もう応援はしてるけど、でもこの子は可愛すぎて別にここで頑張らんくてもなんか合うグループもある気がするって思って今投票してないっていう。なるほどね、うん、じゃあこれを聞いて自分がどうなるのか、はい、誰を推していたのか、もしくはこれを初めて聞いた時にはもう終わっちゃってるから、ラジオのねラジオを聞く時にはこれもう投票終わっちゃってるから、うん、こんなのができたんだなと思って結果を楽しみに混ぜてくれればと思います。でも一個思うのは、うん、私やっぱ視聴者投票型のオーディション番組ちょっとあんま好きじゃなくて、今プロデューサーが決めてほしい、ちゃんと。やっぱスカイハイ的な、そう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 、とか JYP とかツンクさんとか、うんうん、だからちゃんとこのどういうコンセプトにしたいのか、グループを、うん、どういう風にバランスを取っていくのかっていうのを考えて決めてほしいなって思っちゃう。そのなんか人気とか、なんかこうバックグラウンドっていうか、なんていうの、コネというか、やっぱお金でもさ投票できるの、多分ね、課金しても投票できるのね。私は課金してないから1日1票だけど、多分課金できるやつもあると思うんだよね。でさ、そういうので買っていっちゃうと、もうバランスっていうものは存在しないじゃん。自分は1人しか投票できないからっていうのがすごく難しいなっていう風に見てて、うん、だからそのアイズの時は多分操作したりとかしたんだと思うんだけど、あとなんかわかんない、お金もらってたのかもしれないけどね、っていうのがありますね。見ててだからすっきりして終わってほしいなって思うけどね。この子日本人、はい、そんな感じで、もうサシさんがそわそわしてるからね今日はこんな感じで終わりにしましょうか。じゃあそんな感じで、はい、結果どうなったかはあの YouTube のコメント欄で私の感想は忘れなければ載っけたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じですね。いつも通りの告知だけども、 Instagram と YouTube、 ん、嘘をついた、 Instagram と Twitter で日頃の、うん、状況報告とか、うん、まあ、こういうのをガルプラについても多分もろもろとコメントするんでしょう、うん、見て楽しんでみてください。で YouTube、 ポッドキャスト、 Spotify でラジオ流してるので、うん、ぜひぜひ聞いてみてください。両方とも楽しかったらいいねとか高評価とかサブスクライブとか、うん、よろしくお願いします。
で今日はこんな感じ。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。